ポピガイクレーター、ポピガイクレーター、ポピガイクレーターは、ロシアのクラスノヤルスク地方にある、直径約 100km の衝突クレーターである。クレーターの一部は、サハ共和国のアナバル地域に及ぶ、地球上の衝突クレーターの中で、マニクアガンクレーターと共に第4位の大きさであり、ユーラシア大陸にある衝突クレーターとしては、最大である。約3、500万年前の指針予行期に、 直径数キロメートルの小惑星が衝突したことにより形成されたアメリカ合衆国先海岸で近年発見されたチェサピークワンクレーターと形成の地質年代が近いことが明らかになっており二つの天体衝突の関連性や相次いだ巨大衝突が四神魚から全神魚への生物症の移行に与えた影響について各方面から研究が進められているポピガイクレーターは ロシア局北シベリア中部のアナバルダテ城を地北園にある。最も近い町は、クレーターの中心からおよそ 400km 北西にあるカタンガ村で、そこからヘリコプターで1時間半かかる。クレーターはポピガイ川中流のほとりにあり、クレーターの南東から北へとポピガイ川が流れる。直径約 100km、最大深さ150から 200m で、 中心から直径約4 5トルの流キリング、直径約6 0トルの環状のへこみ、幅約2 0トルの環状の大地という複合構造をしている。クレーター及びその周囲には衝突隠れ機岩や衝突溶融岩が認められていて、このクレーターが隕石衝突によってできたことを示している。 ポピガイ構造に含まれる衝突誘拐物の総容量は1800キロ立方メートルを超えると推定され、サドベリー盆地に次いで地球上で2番目の規模である。衝突誘拐岩の 40AR-39AR 年代によって、ポピガイクレーターの形成は3570プラスマイナス20万年前だったと見積もられている。この衝突構造は地表に露出しているにもかかわらず、 わずかにしか侵食されていないため、衝突に伴う岩石がよく保存されていて貴重である。他の巨大クレーターは、堆積物で覆われていたり、大きく変形していたり、著しく侵食されている。ポピガイクレーターは特別な地質遺産の地として、国際連合教育科学文化機関によって、世界地質遺産に指定された。1940年代前半。 極地地質調査所の地質学者のチームがシベリア卓上地北部の調査をはじめ、この地に直径約7 0トルの円形の凹みを発見した。この構造は1946年地質学者のカジェビニムによって報告された。当時、この構造がドイツのネルトリンガーリースと地質学的に似ていることは指摘されていたが、これらの構造は太古の火山カルデラ、または 戦爆発によるものと解釈されていた。1960年代、月やた惑星の探査は、クレーターの研究を促し、クレーターの構造やそれが衝突起源で形成されたことなどが確立されていった。その結果、地球上の各地で衝突クレーターが確認されていった。1964年には一部の研究者たちによって、ポピガイ構造が隕石起源であることが提唱された。 1970年、レニングラードの地質学者、ビクトル・マサイティスラーによって、ポピガイが詳しく再調査され、この構造が巨大な衝突クレーターであることが明らかとなった。当初火山岩と考えられていた岩石は、衝突誘拐岩と考えられるようになった。この隠れ気化し衝撃を受けた、変マ岩採設物を含む、誘拐岩シートは、ポピガイのみ山脈にちなんで、 タガマイトと名付けられている。タガマイトは、衝突によって発生した、衝撃、未衝撃の岩石破片と誘拐物粒子の混合隠れ岩である。スーバイトと共に、ポピガイクレーターが隕石衝突によって形成された証拠である。タガマイトとスーバイトは主に感情の凹み部分に露出し、レンズ状、またはシート状の岩体として存在し、互いに折り重なっている。 タガマイトの蘇生は、基板ガ類であるザクロセキクロウンモヘンマガンに似ている。1972年には、ポピガイの岩石から初めてダイヤモンドが発見された。最初は、岩石資料を切断する間に非常に硬いものが含まれていることに気づくものがいて、ダイヤモンド粒が偶然発見された。ダイヤモンドは、タガマイトとスーバイトの両方に含まれている。 ダイヤモンドが確認された衝突構造はポピガイが最初であるがその後リースクレーターなど他の衝突クレーターからも衝突ダイヤモンドが発見されているキンバーライト以外から天然ダイヤモンドが産出したのもこれが初であった何十年にもわたってポピガイクレーターは惑星学者と地質学者を魅了してきたしかしこの領域全体がヨシフ・スターリンの下でグラグの囚人たちによって 建設されたダイヤモンドと鉱山の地であったために完全に制限されていた。1997年、大規模な調査探検が行われ、この奇妙な構造の理解を大きく前進させた。しかし、ロシア国内の経済的理由により、ポピガイの研究は10年以上止まったままである。ポピガイクレーターからは、豊富な衝突ダイヤモンドが観察されている。 通常直径0.5から2ミリメートルで中には10ミリメートルになる標本もある。無色であることは稀で、ほとんどは黄色、灰色、または黒色である。衝突ダイヤモンドは、グラファイトのマルテンサイト硬さま変態から生じ、他の産地におけるキンバーライト中に存在するダイヤモンドと違った特徴を持つ。電子顕微鏡で観察すると、グラファイトの残存を含む、 多結晶性の集積物であることがわかる。ダイヤモンドは元のグラファイト粒のテーブル状の形を受け継いでいるだけでなく結晶の微細な筋も保存している。35がを超える衝撃圧が衝突点から半径 13.6km 以内の地中のグラファイトを部分的にダイヤモンドへと変えたと考えられている。ポピガイクレーター中のダイヤモンド総量は 世界中の他のダイヤモンド鉱脈の合計埋蔵量を超えると推定されている。しかし、宝石の品質となるものは皆無で、ドリルやカッターなどに使う研磨剤としての利用が考えられている。ポピガイクレーターは、同じく約3、500万年前に形成されたと考えられている、チェサピークワンクレーター及びトムズキャニオンクレーターと同時に形成された可能性が指摘されている。 イタリアのマッシニアーノで発見されたイリジウム含有量の異常と衝撃石英を含む層や、これらの同時多発衝突が破壊された小惑星の破片によるものか水星シャワーによるものかは論争となっている。ありがとうございます。